まああのまあ僕は一般的にあの映画っていうのはあの、うん、観客が作るもんだとは思っているんです。やっぱりその見る人が一人一人違えばやっぱり違う映画が生まれる可能性があるわけですよね。でまあ映画映画を作る側っていうのは全部を作ることはできなくてまあ一つのきっかけを作り出す出すんで。 でそれに対してやっぱり皆さんが見る人が一人一人違う,うその人の人生とか経験とかいろんなものがそこにあの重ねられてそれで最後の映画が、まあ、できると思ってるんですねだからあの、うん、ここでどんな映画ができるのかなとまあそれをすごく楽しみにあのしています。うん、だかからこう見ななきゃいけないけとか あこういうことを理解しなきゃいけないということはないんですね。だからその皆さんが皆さんの見方であの一つの映画を作り上げてもらえると嬉しいなと。まあ、もちろんその彼の過去のいろんな記憶がまあ,ありますけど、ただ一番強い強く自分がこの映画に向か,う向かおうと思ったのは。 あの初めてまあ6年ぐらい前になりますけど初めて会った時に目の前にいた彼 <laughs> その彼に強く動かされたと思います。ああこの人を取りたいと目の前にいる彼を見てあ,あこの人を撮りたいなとやっぱり思えたんですねその時過去のことが問題だったわけじゃなくて目の前にいた彼それが一番大きなあのきっかけでした。 ただそのやっぱり演じていく中でいろんなか過去の彼の映画を、まあ、撮影中も思い出すことはあったけれどもでも最後になんかあの今まで見たことない表情だねとかあ今まで見てこういうジャンピール見たことなかったねっていう瞬間をいくつか見た気がするんですね僕は撮影中に。そそれはおそらくあの 一つはまあ子供たちとの出会いもあったと思う、まあ、僕とジャン・ペールの出会いっていうのもあったかもしれないですでいくつかの新しい出会いで彼が今まで僕が見知らないジャン・ペールだなと思える瞬間がいくつかあったのでそれがやっぱりこの映画を撮ったことの一つの喜びだったと思います、ねまああのまあ、今回レトロスペクティブをやって。 もらえるっていうのはすごくあの嬉しいことです。あのまあ光栄に思います。で、まあ考えてみると20年ぐらいかかってるんですね。最初の映画から最後にまで20年ぐらいかかっています。で20年でまあ長編映画は6本ぐらいしか撮ってないわけなんですね。決して多くはないんですね。特にその雪リンだからライオンコヤシルってまあ8年ぐらい間隔開いてしまっていったりするんです。 だ決して多くないんですけど、多分自分がその20年という時間をかかって、その自分の人生もまあ少しずつこう変化していくわけですよね。でその時その時自分が映画でやれることをまあやってきた、そういうプロセスだったと思うんですね。だからあの。 見る人にとってもですねそれが何かその人の,あの人生のまあ,ある局面に何か響き合ってほしいなとである人はまあ僕の最初の映画に何か感じるかもしれないしある人はその次の映画に感じるかもしれないそれは多分自分が普通の人間として生きてきたことと関係もしているんですね、まあ、子供を育てて子供がまが大きくなっていくると同じようにですね。 えーまあ、そういうふうにこう自分の人生をこうとこう響き合わせてこう見て頂ければいいなと思いますけどね。